なたのアイドル最後はピン。アイドルは偶像だよ。嘘という魔法で輝く生き物、嘘はとびきりの愛なんだよ。子供の一人や二人隠し通してこそ。アイドルを夢見るのは構わんけどさ、アイドルに夢を見るなよ。基本発給だし、30手前で定年だし、日常生活は常にファンの監視がつきまとう。分かってないねお兄ちゃん。私はアイドルになるんだよ。芸能科がある高校は面接重視、学力なんて参考程度。そうよ、私たちの演技には多くの人の仕事が乗っかっている。結果を出さなきゃいけないし、スキャンダルなんてもってのほか。ちなみにあんた彼女とかいるの？星野愛、君の幸せがそれだって言うなら従おう。だって君はどうしようもないほどアイドルで、僕はどうしようもないほど君のファンだ。夢がないね先生。もし芸能人の子供に生まれていたらって考えたことはない？容姿やコネクションを生まれた時から持ち合わせていたらって。ルビーを娘だと思って育ててきた。この子は絶対守ってみせる。でも娘だからこそルビーの気持ちは止められない。やっぱりと思った。ちゃんと謝れば許してもらえると思った。番組との契約で放送に載ってない部分のことは言えないけど。やだな、嘘じゃないよ。私まだ高一だよ。タレントだからってみんながみんな恋愛してると思ったら大間違い。君は恋愛に興味ないの？番組公式ツイッターとか TikTok にアップする動画撮ってた。結構登録者数増えてさ。まあ私にかかればこんなもんだよ。双子の妹も騙せるんだから、役者としてはなかなかだ。本物の担当者から電話かかってきたらどうする？すんません、ジロジロ見てもうて。めっちゃ美人おるやん思って。やっぱり芸能家ってすごいわ。うち小田吹みなみいます。よろしゅ。あなた知ってる京アマに出てた人？この前現場で話題になってて見た。よかった。とにかくアイドル愛は本日復帰となる。今後の活動について話し合うぞ。復帰第一弾は今夜の歌番組。生放送だけどいけるよな？ファッション雑誌のモデルの仲介で一緒に仕事してね。それ以来仕事を振るだけじゃなくていろいろお世話してあげたよ。撮影お疲れ様でした。この作品は有馬さんの演技に支えられていたと思います。ありがとうございました。